し、会場前からやっていくぞ。俺はミオを使っていくぞ。ミオを使って殺意高めのミオ、殺意高めのミオ。まだ会場前だぞ。まだ放送開始前だけれども、どんどん殺意高めのミオが、殺意高めだ。ミオは殺意高め。おら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 。ミオは殺意高めだ。おら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 。ミオは、ミオ相手を貶としめることしか考えていない。うわあ、ミオ。うわあ、ミオ。うわあ、ミオ。ミオの、ミオの攻撃をミオ。ミオ。えい。ミオは敵を倒すことしか考えていないぞ。うえい。同点。そうですか。いいです。はい。ミニゲームで遊んでました。よし。じゃあやっていくか。ね。データは4月19日。これだっけ？これで合ってんのかな？4月19日あ、6月27日だ。結構行ったよね。ね。結構行ったね。よし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 。さあさあ、やっていきますか。それではね、今日も。いやさあ、ちょっと最近さ、筋トレをし始めてさ、結構いつも以上にやってるんですよ、筋トレを真剣に。そしたらさ、ちょっと、なんかね、めっちゃ重い。あ、ごめん。そっか、わかった。わかった。ハロー、ハロあ、あ、あ、OK かな？お、失礼しやした。失礼しやした。失礼しやしたよ。いやね、何が起こったかと申しますとですね、ニコニコの普通のコミュニティで放送した時の設定のままに、なっておりましてですね、実は、チャンネルの方がニコニコの普通の、もはや今、普通のコミュニティでできる高画質配信よりも、こう、最高の画質が低くてですね、チャンネルの方がなぜか高い画質で放送しようとしてて、と設定になってて、ニコニコ側に怒られたという状態になってました。なんでやねんという感じですけどね。チャンネル優遇してくれよっていうなどしようですよ、本当に、という感じなんですよ。はい、というわけで、よっしゃ、やっていくかね。今月の旅行はポロシャツ、紫キャップ。おい、なんかデートやってたっけ。デートリアル初めて、あ、なんかリアルタイム初めての人結構おるな。あ、そっか、ゴールデンウィークだから今日なら見れるぜっていう人もいるんかな。ゴールデンウィークで祝日中やしね。おっすおっす。じゃあそんなあなたに楽しくしてもらえるように頑張るよね、ゴールデンウィークは。じゃあちょっと、運動を上げていこうかな。いや、ここでちょっとストレスを下げとく。いや、運動上げていこうね。どっか行きましたか。いや、僕は今のところも、まあ、どっかは行ってるけど、近場でもう子供と
死ぬほど遊んで、割と体は疲れてます。脳はすっきりしてるけどね。うん。あ、ゆかたかわな、そうやな、ゆかたかわなな。お、毎回欠かさず見てる、ありがとね、ありがとね、ありがとね。それでルカやね。ルカはイルカのオブジェでしょうね。オッケー。プレゼントも用意したじゃん、あとは私だけ喜んでくれるといいな。いやでもね、なんか最近その筋トレにハマってるので、もう遊ぶのもなんかトレーニングのように楽しいですよね。ルー鍛えようぜ。まあね、はい、招待。そうだから最近筋トレハマってるせいでね、アラス先輩が急に気になってきたね。鍛え方教えてやろうかって言ってくるやんか、アラス先輩。せやからさ、ちょっと教えてほしいなって、普通に普通に教えてほしいな。いや、アラス先輩ちょっとさ、いいよね。ね、はいはい、ふふ。すげえ、いいなこれ。よく俺の趣味わかるね。あるだろう。うん、まあね、イルカが好きなんでしょ。もちろん、つが宝物にする。イルカ先生とカカス先生が好きなんでしょ。お前にもらったものは全部そうだけどね。あら、激ボレじゃないか。よしよし絵付けしてるかのようやな。よし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 、ルー気に入ったみたい。あ、おっと、ちょっとちっちゃい。オッケー、ちょっと上げましょう。じゃあなんかね、前ゲームした時、そういやちょっと下げたせいやわ多分。ふーちゃん、ちょっと音量調整しようかな。だよな。やっぱね、ときめもやるときはゲーム音デカめの方がいいんですよね。ちょっと大胆に上げようかな。結構上げた。もう俺の声よりも杉田さんの声を聞いてくれと言わんばかりに上げた。あっ、ルー今から帰るとこ。お前がそうなら、うん、あ、もしかして待っててくれたの。ちょっとね、ほら行こうぜ。ああこれあれですよね、小悪魔イベントですよね。ね、うん、どうしよっかな。え、止まる。いや、もう止まらへんはずやから、ちょっと更新とかしてみて、止まる人。うん、もうね、一応ね、いつもの設定に戻したはずやからね、ちょっと更新をしてみるとか、そんな感じでやってみていただけると助かります。申し訳ないが、ちょっとね、音量バランス、よし、OK、家までお送りしますでしょ失礼しました。お家までお送りします、ご主人様。私の犬になりなさい、ルカレーザー。よろしい。あ、なんか今自分で言っててキュンと。俺って本当はそっちの人。もうすぐ期末テストだね。そうだね。うん、なんか余裕っぽい。すごいな。まあね。ルーって普段全然勉強しないでしょ。どうしてそんなに頭がいいの。頭いい。行かれてるって言われるけど。あれ、まあ勉強は得意か。俺このイベントなんか見にかったっけ。でこの話の時になんかカズレーザーの話してた気がしたんやけど、ちゃうっけな。得意っていうのはやっぱり秘訣がある。そんなとこね、教えて。全然ダメ。もっと可愛くこう首をかしげて。一緒か。教えなさい。どうぞ。教えて。いい、もう一回しょうがない。授業中って大抵暇だろ。その時に教科書を全部読んじゃうんだ。うん、全部。そう、先に全部覚えちゃう。なるほどな。そうすると大体いい点取れるよ。ま、それができる人はできそうだろうね。じゃあ数学？ああ、あれはなんとなくできちゃう。今のところ全然秘訣じゃないよ。じゃあ原告は暗記してもダメでしょ。そう、だからいつも赤点。全然ダメだちゃんと勉強しよう役に立たねえこいつは。なるほどな。全体的にちょっとあれか、声はデカめがいいけど BGM 小さめがいいというやつか。もっと BGM 下げるか。ほんじゃ効果音もうちょっと下げて、ここまで極端に下げるか。まあ、これぐらいでいいか。ほんじゃ
みんなイケボイが聞きたいんやな、やっぱりな。そうだよね、やっぱみんなイケボが聞きたいんやろな。うん、そうだろ、みんな。あれデート誰だ誰だ誰だ、え、ちょっと待って全然覚えてない。ん、あー3人デートね。そうなんか3人の仲がね崩れそうになってて、なので3人デートしなきゃという感じだったんですよね。よし、じゃあどうしようかな。とりあえずちょっとお姉様系あたりで行こうかな。履歴、待って、履歴から、あ、お姉様系がない。まあ、小悪魔でいっか。ほんじゃ、うん、よし、小悪魔に流行は今日はいっか、とりあえずな。うん、小悪魔だよな、小悪魔に。あ、せやけど6月やから、もう夏やからな、これ暑いよな。うん、これになるとただのキュートな可愛い女の子になっちゃうしな。ウルキューはな、ウルキューじゃな、ちょっとな。うん、セクシーさはもっと上げていきたいな。ちょっともうエロな感じで、あ、これだとセクシーすぎるか。熱いよな、こんなんな。これでウルトラキュートか。ウルトラキュートなんやな、ハズキ。アクセか、アクセな。お、これでウルセクか。あ、これでウルセクで、ハズキ来たら、あー、まだキュートが足りない。ハズ、ケイ君ではまだ、キュートさが足りない。そうか。ケイ君。これで小悪魔か。あ、これならいけるかな。熱いか。まだ熱いか。結構薄着ではあるんやけど、これならいけるかなっていう感じはすんねんけどな。ね、50までだから大丈夫 OK かな。じゃあちょっとこれでいこっか。よし、なんか初めて来れた、いらっしゃいいらっしゃい、ゆっくりしていってね。ちょっと早く着いちゃったかな。あれ、二人とももう来てる。二人とも早いですね。うん、ちょっと早く着きすぎてさ。なんだって？お前が待たせちゃ悪いから早く集まろうなんて言うからだ。だからってまさかシタラが僕より早く着いてるとは思わなかったけど。ね。たまたま早く目が覚めたんだよ。たまたま？待たせてごめんなさい。遅れてないんだから謝るな。ほら、行くぞ。いや、たまたまのたまたまを、にぎにぎのたまたま。海の世界って神秘的だよな。例えば、ああそうだな、行くぞ。あ、ちょっと喧嘩してない、大丈夫？ちょっと聞いてあげてよね。そろそろ始まる時間だ。あ、前の方空いてる。ごめん、Lに手が当たっちゃった。本当だ、結構人が多いのに。水かかるからよ。水しぶきがかかるからじゃないかな。そうやよね、床なんてびっしょりだし。なあ、じゃあ前に行くぞ。え、濡れるかもしれないのに。びしょびしょになろうよみんなで。それくらいの覚悟はなくてどうする。そうだよ、設楽先輩のその変な髪型全部びしょびしょにしちゃおうよ。設楽は言ってるけど、それでいい？まあいいよ、もちろん。やれやれ、元気だな二人とも。それでは最後の大技、大ジャンプです。お、これでびしょびしょなるやつか、ね、よく慣れてるな。イルカか、一頭ぐらいなら飼ってもいいな。どこに買うねん、どこでですか、ほんまに。巨大プールを持ってるんかい。あ、バッシャー、うわー、
てん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 。お、大丈夫です。かっけー。なーに、なーに、黒子のバスケに出てきそうんじゃない。たまちゃん黒子のバスケにおらんかったこれ。たまたま。あれ、黒子のバスケに、あ、そう、緑間くんみたいやよね。あー、そう、バスケ得意だったんだ、たまちゃん。やばいなこれ、たまちゃん。あ、これはせいちゃんやね。まあ、せいちゃんはいつも通りなんですけどね。大丈夫じゃない。あらららら、らだから言ったじゃないか。うわー、かっけー。メガネ外したらクソイケメン説やめろ、ほんま。そっか、じゃあ俺もさね、俺も意外とね、チーム豆腐全員意外とね、ね、ね、いやー、俺らも全員湯豆腐やしさ、全員さ、ね、黒子のバスケ出てさ、明石くんとさ、ね、ね、勝手についてきて文句言うな。ね、そっちだって覚悟の上なんだろう。ね、覚悟してるからって濡れたいわけじゃない。そうか、すいません、かばってもらっちゃって。へーって読みそうになった。すいません、へーってもらっちゃって。危ない危ない。女の子をずぶ濡れにするわけにいかないからね。はい、見事に濡れてないなお前。かばってくれたよな。あー、優しい目になったイケメン。こっちのタマちゃんの方が好きやな。でもさっきのちょっと怒ってるタマちゃんは、あの黒子のバスケに出てそうな感じやったけれどもね。うんうん、2人のおかげです。まあ僕らだけならこのまま行こうか。歩いているうちに乾くだろうし、ね、冗談じゃない、こんなみっともない格好で歩けるか。あらあらあら、それならなんで前の席に座ったんだよ。そうや、お前が言ったんやろ。うるさい、終わったことをごちゃごちゃ蒸し返すな。蒸し返すよ、こっちはネチネチと。やれやれ、一生言い続けてやるからな。ため息もつくな。しばらくここで休憩かな。喧嘩しろ喧嘩。今日はどうしてだろう、あんまり楽しめなかったな。そういうことになっちゃうの。どうした、評価的には微妙ない。どうした、うん、落ち着かないな。よし、にっこりにそう、とりあえずね。あんまりどころじゃない、全然ダメだ。バカバカの、なんだよ、スチールイベントであるけれども、バカバカなんかなこれな。ああ、もう。ああ、近づきすぎた。失敗した。ふうさん、家まで送るよ。三人で話でもしながら帰ろう。そうか。まあいい。この、スーパーアプローチタイムで頑張ればいいんだ。ね、スチュリアのに印象最悪だよ、なっちゃったよな、うん。もっと話そう。メガネ、汚れてる？ね。肩が凝ったりはしない？ぶら下がらないように。押すなよ。うん。もっと鼻…メガネ汚れてる？よいしょ。びっくりした、肩が凝ったりはしない？ぶら下がらないように。また視力が下がって、熱ならないよって。あれ、おっ、あ、くっつく、びっくりした、びっくりした、うん、もっと話そう。肩が凝ったりはしない？ぶら下がらないように。あれ、つけない。びっくりした。キスキスキス。おっと、びっくりした、また視力が下がったかって。キース、キース、温かく。あれ、びっくり、熱ならないよ。うん、オッケー、後でまた話そう。うん、100にした。飽きない、何かついてるか。オッケー、うん、大胆だな、手は繋がない。お前本当に面白いな。お前くすぐったい、どこ触ってるんだよ。大胆だな、撫でるな。くそ、お前くそ、何かついてるか。これか、飽きないやつ。大胆だな、手は繋がない、触ってもご利益はないぞ。くすぐったい、どこ触ってるんだよ。どこ触ってるか、大胆だな、決まってんだろ。あー、早く行かなかった、くそうん、片方しか早く行かなかったな。もう着くな。残念だ。会長どうかしたんですか？帰りたくないって。だいぶ間になったでしょ、大接近。え？
そんなこと言ってないだろう。考えてはいるだろ。うらうら。そっちこそ遊び足りないのかな。うちの子供みたいなこと言ってんの全然帰らへん遊び場から男はいくつになっても子供。本当に、はあ、楽しかった。また連絡するよ。おやすみ。 男はいくつになっても子供。女はそれをもてあそぶの。35億。今日はちゃんと休めよ。おやすみ。おやすみ。交互に上げていった方がいい。ああ、そうなんよね。なるほどな。あ、会長からメールが来てる。百里しちゃったからな、こっちからな。今日は最高の一日だった。嘘やろ。嘘をつくな。微妙やったって言ってたやないか。ちょっと恥ずかしい。でも嬉しいな。え、設楽さんからもメールが来てる。お前が面白すぎて、途中から今度の存在を忘れていた。どうせなら今度は二人で行くか。だって。やった。設楽さん、すごく喜んでるみたい。こいつら二人とも。二人とも嘘ついてる。気使ってる。私の気を引こうと気使ってる。ね。ほんまに。まあ、いいわ。そうね、ブルゾンフルコ。ブルゾンフルコ、ウィズ・ビー。ウィズ先輩ズは2人後ろにおるんですね。よっしゃ、数学ばっちり。成績はなかなかのもんなはずですからね。うん、おオールばっちり。ここ無理やねんな、技科帝。おお、そうやね、技科帝がいい出来で終わるんやな。でも1位取れるやろ。あんまりめちゃくちゃ強いやつおらんからな、はずき系みたいなさ。だから、ああ、普通に1位や。強い。星のフルコ強し。ギカテ上げたらオール500も狙えるな、これ。ね。学年1位、一生懸命勉強頑張った甲斐があったな。ね。ふーちゃん。お。あ、ルー。1位だな。地道に頑張ってよかった。そうだな、すげえかっこいい。でもね、ウィズビーとして私の後ろで、あ、なんかウィズビー似合うよな。ルカ、桜井兄弟の方がウィズ S 似合うんじゃない。なんだか眩しくて遠くに行っちゃった感じ。そんなことはないよ。そんなことないけど、ルーももっと頑張ってみよう。なるほど、そうかもな。俺がそっちに行けばいい。うん、そうだよ。とりあえずみんなに自慢してこよう。何をなんで自慢すんねん、ほんまに。ツイッターでどの方が書いてない。あ、そうなんや。星野フルコ、ウィズ S。 いや、フルコじゃないけどさそうなんや。あ、そうや、ユタか買いに行かんとね。そうね。あ、なんか来てる。おめでとう。お、何、期末試験で1位だって。その場でおめでとう言えなかったのが残念だ。見えないところで相当な努力をしたいんだ。頭が下がるよ。そうだな、お前も学年1位は取れていなかったからな。うん、しゃ、ちょっとセーブしようか一回。魅力と運動ちょっと頑張ればローズクイーンいけそう。マジか、そんなに世界のフルコになれる。ちょっと頑張ってみるか、運動と。うん、ローズクイーン目指すか、せっかくやから。1周目からローズクイーンを取っていく、このね、プロ級の私。ちょっと待って、ミオにね、出かける前にミオにね、様子を聞きたいんですよ。うん、評価三角、ちょっとはくっついたかな。うん、あー、くっついた。固い絆になった。キス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 。オッケーオッケー。あ、しかもなんかせいちゃんもちょっと近づいてきたし、いい感じよね。よし、もっと手玉に取ろう、こいつら二人を。おー、おっきいお尻。おー、おっきいお尻。あ、二人ともおっきいお尻になりました。完全に惚れている、私に。で、今、ルカは？ルカももうね、好き状態ですよね。オッケーオッケーオッケー。バインバインなくなりましたね、そういやね。他には？よし、ないよ。うん。そう。オッケー。アラスさんともデートしたいけれども、とりあえずちょっと忘れないうちにユータカを買いに行きましょう。3人エンド狙おうかなとはちょっとね、今おぼろげに思ってます。はい、ユータカはね、7A で買おうかな。
どこでもいいんやけどね。まあ7位かな。7位で買おう。おう、来たかい。いらっしゃい、いらっしゃい。みんないらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よし。ミニ丈ローズ浴衣。これか、ローズ浴衣。オッケー、これ買いましょう。んで、カードは、これ使うか。50% まで使わなくてもいいよな。これぐらい使おうか。で、豊か買いました。うん。で、ねねって読むんや。あ、ねんねじゃない。小悪魔服な。あ、でもあんまいいのがないよな。薄着の小悪魔服が欲しいんだよ、私はね。なのに、セクシーな。これ同じの持ってるしな。まあ、色違い。黄色別にいらんよな。あんま絵のないな。7円ねんねえか。ねねえか。古着屋行ってみるか、とりあえずね。じゃあ、ここでは、割引1回、割引 10% だけにして、10% だけにして、で、また貯まるでしょ、これで。ね。よし。おい。終わり。これでまた全部貯まるというシステム。OK。ありがとうございました。またそのうち、ハレギー買わなあかんからね。よし、古着屋行くか。じゃあ。古着屋行ってみよう。キャンディーケイン。ね。いらっしゃいませ。魅力上げんとあかんよな。普通にね。ね。セクシーなんかないな。セクシーな感じの服がないんだよな。え、セクシーなくない？え、三段フリルキャムソール？これ？これキュートじゃないの？そうなの？あ、ツイッターの JS 公式動いてたけど、また止まっちゃったよね。そうだよね。ほんまにね。横ページあるよ。あれ、行かへんね、横。あ、間違えた。入っちゃった。待って、違う。買わないよ。これ怖くもない。まあ、これは買っとこっか。なるほど。これ、たまたまセーターなんや。ストール付き。あ、これもセクシーか。まあ、買ってみるか。で、まあ、この辺はいいわな。セクシーなの、キュートなの、どっちが好きなの。なんかあんまいいのないな。あ、間違えた。待って。よいしょ。ドレスももういらんしな。いっぱい。なんかこんなドレス、フォーマルなやつ持ってたいけど、持ってる必要ないもんな。ね。さあね、こうちゃんの誕生日はもうすぐ近いね。あんまいんないな。これ、このワンピース微妙よな。このワンピースかわいい？みんな。どうなの？これは声優ですね。どんだけ声優、どんなみ、これも声優ですよね。声優どんな目で見てんねんって。ね。もうそう、芋虫みたいじゃない？これなんか。かわいいんかな？どうなるな？ね。そうなのよ。まあ、いっか、これで。オッケー。ね、あ、玉尾セーターだけ買っとく？一応これやんね、玉尾セーター。まあ一応ね、なんか、どうなるんかなっていうので、あ、これじゃない？
これでもなんかそれっぽいのにな。こっちなんか、こっちか。うんうんうん、オッケー、よし、うい。まあこれぐらいにしときましょう。うん、ありがとうございました。まあ下らシャツはいいよ。下らカーディガン持ってるから。うん、わ、また来た。なんだお前ら。フーさん、こんなところで油売って大学生命。大学だよ、サークル。またか。まあそう、またサークルなの話をするのか。お前らチェスサークルを探すんだってさ。これ同じやん。一流れ大学なら多分あると思うから。これ同じ話やんな。うちの音大ろくなサークルがないんだ。同じ話をしてるよね。うん、なんでやろうな。誰でも入れるよね。僕が所属してるテニスサークルもインカレだし。これまた見てるよな。まあじゃあちょっと飛ばそっか。一回見たからね。うん、リロードしたっけ俺。うん、リセットしたやったっけな。うん、そうそう、前見たやつやからね。なんかやろう。うん、合ってるよな。合ってるな。うん、合ってる合ってる。ロードしたやつは合ってるからね。うん、なんやろね。まあいいや、気にしないでおきましょう。はい。なかったことにしよう。で、今週は行楽と恋愛よしか。魅力上げよう。うん、カレンチェック受けたかったんけどね。よし、魅力を上げましょう。魅力はどっちにしろそのローズクイーン目指さなくてもせいちゃん落とすために魅力上げなあかんのでしょ確かね。もしもし、俺だ。ちょっといいか。なんだ、今度の日曜日だけど。出し抜いてくんな。ちょっと俺アラスさんと一回デートしたんやけど、あのジムデート、筋トレデートしたんやけど。まあでもまあまあ行くけどね。行くよ、分かったよ。公園通りにでも行かないか。公園通りか、うん、行きましょう。仕方ないね。よし。あ、いや、まあ、うん、部屋に呼んでくれよ。待ち合わせはどうする。たまたま呼んでくれたわよ。たまたまは、たまたまなら部屋に呼んでくれるのにな。設楽さんは呼んでくれないんだ。ああ、それでいい。それじゃ忘れるなよぐらい言っていこう。わ、設楽さんからデートに誘われちゃった。あ、そういえばもうすぐカレンの誕生日だ。お、カレンか。なるほど、もう買いに行くよ。うん、カレンか。カレンってもうなんか全てをもう天支柱に収めてそうやからな。難しいよな。何あげたら俺喜ぶやろな。え、これ、あ、でもサンリッチのものあげといたら大丈夫説のやつかな。まあ、どれでも、あ、メンズフレグランスはちょっと怒んのかな。女の子扱いしようみたいな。椿ってあれ、あの高いシャンプーかな。ね。ね。高いシャンプーのやつあげよう。離婚届け、やめなさい。よっしゃ、全成功。うん。バッチリ。最近輝いてる、お前。恋してるの？してるよ、ルカ以外の人にね。やったね。よし。あ、椿やから花椿か。なるほどなるほどなるほど。逆や、花椿やから椿か。カレン。愛しのバンビー、待ってたよ。おう、チューしていいのよ。あ、もしかして期待されてるとか？もちろん。バンビーに言われないと時間湧かないな。ね。もう誕生日おめでとう。プレゼントもあるよ。ありがとう。ねえねえ、開けていい？どうぞどうぞ。すぐ開けなさい。ね、もう完璧？バンビのセンスってあたし大好き。サンリッチだったからね。高いものはみんな大好きだからね。みんなお金が大好きなんだ。やったぜ。よし。じゃあちょっと、アラスさんともデートしたかってんけれどもね。まあ設楽さんと行きましょうか。高くもないよな、サンリッチっていくらぐらいなんやろな。言うても300円とかそれぐらい。1リッチ100円ぐらいと見た。うん、で、晴れ着が、でも晴れ着もっと高いもんな。1リッチ300円ぐらいと見たね。で、晴れ着が300ぐらいから9万円。うーん、ね、
なもんじゃないかな。さて、設楽先輩もおセクシー系でいきましょう。ちょっと調教していきたいからね。うん、うん、しかしだね、キュートさを、小悪魔でいきたいんやけどね。これじゃあかんな。これか、これ。来た、小悪魔。めっちゃ便利やん、この服。なんかもう意味分からへんけどな。キャミキャミキャミ、ひらひらやな、この子。ひらひらやな。なんや、この服。ね。なんなん、このフリフリの。もうちょっとセクシーな。セクシー系のアクセルが少ないですね。でもこれでしか怖くもなれないのか、このキャップでしか。仕方ないな。よっしゃ、まあこのひらひらでいきましょうか。はい。ひらひら。ちょっと早かったかな。あれ、設楽さんもう来てる？設楽さん早いですね。早くない。いや、でもまだ待ち合わせ時間までは。なんだよ、俺がわざわざ早く来てやったっていうのか。そんなわけないだろ。ほら、行くぞ。待ちくたびれた。ちょっと寄りましょう。どうした？なんだ？おい。よ。喧嘩売って。さすがにそれはないよな。そんなことないですよ、もちろん。そういうのもありだな。よし、来た来た。調教され始めている。ああ、なんかお前らしい。小悪魔ですからね。褒めてもらっちゃった。よし、調教され始めている。で、お前はどこに行きたいんだ。どうした、なんだ。ゆっくりゆっくり寄りましょう。設楽さん、あんまりね、激しく寄ると怒るから、ね、おい、いたずらしたい。近いんだよ。わかった、わかったから。だから暴れるな。暴れてんの。暴れ馬、フルコ。北海の暴れ馬とは私のことよ。ドタンバタン、ドタンバタン。いつまで迷ってるんだ。これでいいだろ。ダメだよ。なんだよ。なんだ。キスってあったらいいのにね。これね。ちょっと胸当てよ、胸。おい。くっついて。近いんだよ。よ、気になるだろ。よし、ゆっくり寄れ、ゆっくり寄れ。くつこ。ゆっくりな、ゆっくりだぞ、ゆっくりやぞ。激しく寄ると怒られるからな。ゆっくり寄ろう。よりゃー。テンション高いな。高いよ。いや、ちょっと待って、これあれか、難しいやつか。普通でいいと思うんやけどな。このショッピングのやつね、たまになんか騙してる時あるからな。まあでも、えい。ああ、そうしろ。これでやっと解放される。あれ、なんだよ、なんだ。おい、くすぐったい。よしよしよし。なんだよ、小悪魔ポイントも入ったね。やったね、バッチリ好印象。オッケー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 。表情でわかるんやね。なるほどなるほど。お、なになに、楽しかったな。今日のデートももう終わりかな。あ、これか。これがあんまりいまいちまだ分かってないな、俺。設楽さん、今転びそうに、どこを見てんだよ。これ何やったっけ。これがね、むずいんだよ。おい、近づきすぎだ。うん、バカだろお前。ダメだ。文句でもあるのか。おい、あ、ダメだ。ほら、行くぞ。いや、これ全正解せなあかんねやろね。でこれランダムなんすかね。だ、もうこれ攻略見ないとね、あかん、わからんぜだろうぐらいのレベルらしい、ね。今日お前誘ってよかったね。なんだよ、どうした。ちょっと次あれ来たらさ、まだ話すのか。次あれ来たら、あの、教えても正解。一回成功させてみたいから。まだ大丈夫か。
あれは無理でしょ。なんだよ。知ってないと。どうした？おい、なんか言えよ。近いんだよ。なんかハートでかない。俺だけにしとけよ。そういうのは。ハート全開になってね。まあまあ行こう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 。こんなとこまで来たんだ。せっかくだからどこか寄るか。うん。どうした？どうした？おい、なんか言えよ。近いんだよ。くっつこ。ハートめっちゃでかない。なんかもう画面からもはみ出してるやん。左上に噛むぞ。お、嘘に決まってるだろ。噛んで噛んで噛んで、早く噛んで、早く噛んで、耳たぶでも鼻でも目でも口でもどこでもいいから噛んで。え、はい、お前と一緒ならただ歩くのもいいもんだな。いいでしょ。よし、どこ見てるんだ、お前。お前に隙は見せない。行くぞ。オッケーオッケーオッケー、一発成功。バカなことするな。何がしたいんだお前は。お前に隙は見せない。どこ見てるんだ。行くぞ。少し落ち着け。バカなことする。何がしたいんだ。ああ、もう、まあ、これが捕まってろ。どこ見てるんだ。行くぞ。瞬きした方がいいぞ。誰が目を合わせてやるか。何がしたいんだ。バカなことするな。お前どこ見てるんだ。少し落ち着け。誰が目を合わせてやるか。何がしたいんだ。お前バカなことするな。違うか。くっつくか。お前どこ見てるんだ。お前に隙は見せない。行くぞ。何がしたいんだ。バカなことするな。ついてみるか。帰るにはまだ早いだろ。もちろんだぜ。次行こうぜ。うん。ずっとこのまま。いや、なんでもない。100まで行かせるぜ。オッケー。ちょ、もうおい。何を。いい加減にしとけよ。落ち着かないやつだな。おい、よし、これ以上は責任取れないぞ。はい、じゃあ何もしません。急に急にすいや、もう100いったんで、うん、はい、もう100いったんで、いや、もうこれ以上はちょっと、はい、うん、もういいかなって。うん、100いったらもう十分なんで、はい、もういいかなって思います。ちょっとやりすぎたかなと思ったし、まあこれ以上責任取れないって言われちゃいましたしね。はい。かわいそう。なんだ、もう着いたのか。かわいそう。右上の星も満タンにしたい。え、あ、右上の星ってやりまくったら、あが星増えるの？どうなんやろね。お前な。ああ、え、いい加減にしろよ。もう人の体をベタベタと、うん、噛んで噛んで、あの、嫌でした。そういう問題じゃない。クリティカル出すと。何が目的なんだって聞いてるんだ。ああ、ほんじゃ次ちょっと頑張るわ。うん、え、それは分かった。あれだな、お前宇宙人に何かされたんだ。何何、え、宇宙人？なんかこう妙な気分になるように脳をいじられたとか。うん、妙な気分って、妙な気分って妙な気分って何のことかしら。行くぞ。グズグズしてると宇宙人に見つかる。あらあら、あ、設楽さんどうしたのかしらね。やだやらしいわ。設楽さんからメール。次にいつ会えるかばかり考えてる。さっきまで会ってたのに。だってちょっと恥ずかしい。でも嬉しいな。いや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 、どんだけ私に惚れてるのよこの子たち。まったく困った子たちね。うん、何何、この前ちょっとフランスに行って、ちょっと行くとこか。ほんま6月から7月にかけてシャンパーヌ地方で音楽祭をやってるんだ。すごい数のコンサートが行われてて、すごい数の人間がうろうろしてる。俺も昔ピアノを披露したことがあったけど、結構気分良かった。あ、ちょっとこれ自慢してますね。このね、普通の文章を書くと見せかけて自分アピールをちょっとね入れていくね。まあ男はそういうのしたくなるよね。わかるよね。
次に出るのはプロになってからだけどな、その時は将来してやる、うん、いいね。この間ちょっとライブに行ってきた。なんかみんなね、若手バンドからベテランバンドまでいっぱい集まってやってるフェスなんだ、うん、いや俺もゼップダイバーシティでライブしたことあるけど結構気分良かったぞみたいなね間にちょっとねドヤっていうの入れていく俺の話もさせろやちょっとぐらいさ俺の話もちょっとさせてくれ。よし、じゃあここで突然のアラスさんとデートをしたい。アラスさん、アラスさん、もしもし、筋肉の鍛え方を教えてくれ。おう、なんだ、筋肉の鍛え方を、筋肉の鍛え方を教えてくれ。うん、あ、ちょっと花火まだ誘ってないな。そっか、花火がもう近いのか、ここやんな今。花火の次の週にしとこうか、ちょっと遠くにしとこう。うん、よし。で、筋肉を鍛えたいところではありますが、まあ遊園地かな。やっぱ夏って遊園地ってナイトパレードあるしさ、遊園地かなっていう感じするんやけどね。普通にジムデートほんまはしたいねんけどな。あ、でもアラスさん海やな、確かにな、海やな、海行こう、海、海行こう、スイカ割ろう、海を泳ぎに行かない？俺とか？いいけど。うん、ほんと？じゃあ8月14日に羽ばたけ駅でいい？わかった。じゃあ鍛え方教えてね。やった、早く8月14日が来ないかな。よし、うん、水着持ってるはずやで俺。一着は持ってたはず。うん、ね、ほら持ってる。あ、しかもスポーティーなやつやん。ほら完璧じゃん。アラスさんもこの私を見てもうメロ、一気にメロメロになっちゃう。あー、もうキスさせてくれってなるよ。アラスさん大丈夫大丈夫。なんで魅力を上げましょうね。うん、うい、うん、魅力なかなか上がらんね、厳しいな。ちょっと電話しましょう。3人で行くか、花火もやっぱり。うん、たまちゃんに電話しましょう。私のアラスさんはそんな軽い男じゃないちょっと本気に怒ってるやん、ごめんって、ごめんって、はい、冗談やってあ、星野ですけど、うん、あ、そのちょうど今君に電話しようかどうしようか迷ってたというか悩んでたというか、うん、何言ってるんだ僕は。さあすぐ電話しなさいよ。ごめん、用件をどうぞ。ね、そうね、うん、花火に行きましょう。花火どこや、これか、よし、花火、ドーンドーンドーン、テカテカ、花火大会に行きませんか。3人でしょう。わかった、したらもう一緒か、伝えておくよ。本当に伝えるのかな。いや、したらちょっとさ忙しいみたいなんだみたいな感じでね、何にも伝えてもないのに、うん、みたいなことないかな。君がそう言うなら。よっしゃ、じゃあ8月7日に羽ばたけ駅で待ってます。楽しくなるといいな。その2人で行くよりも。じゃあまた。今ならもう LINE グループができてるんやろうけどね。やった、早く8月7日が来ないかな。うん、よっしゃよっしゃ。まあ、普通にどんどん魅力を上げていきましょう。うん、バイトそろそろやめるべきかなね。うん、2人デートしてたら乱入してくることあるんや。へえ、 LINE 駆使するガールズサイド。いや、もしねガールズサイド4が出たとしたら LINE とか使ってるかもしれないんですけどね。うん、4が出たらね、その期待はなかなか辛いの。よし、うん、芸術上げてね。芸術まだまだ上げなあかんのか。
花屋にしたら芸術上がりやすいやつ。もうそろそろあれでも、もうバイトいらんのじゃない。普通に芸術200までいるの結構遠いな、マジ。うんね、バイト辞めてもいいよね普通にね。ね、よし、ちょっとここで一旦セーブしときましょう。データを置いときましょう。うん、うん、オッケー。うん、学力も200いんの結構きついな。うん、アデート回数によってはマイナスされるわけね。なるほど、みんな詳しいなやっぱり。よし、バイトやめよう。とりあえず私はバイトやめるぞ。ちょちょ、金あるからな、うん、はい、コンビニエンスストアハロゲンでございます。しゃ、すいません、アルバイトをやめさせていただきたいんですか。そうか、オッケー、よろしくな。ええー、声の、ええー、声やったな、あとの人な。よし、技術上げていこう。よし、そしてからの花火だね。花火だよ。ゆったか。うん、頭どうしようかな。頭夏やしな。うん、やっぱ内輪がいいやな。キュートかな。でも俺別に属性つけとか関係ないよね。何でもいいやよね。まあ、うちわがいいかな、普通に。キュートうちわつけていきます、じゃあ。よし。うん。ちょっと早かったかな。あれ、会長もう来てる。早いですね、会長。気にしないで。人を待たせるのが嫌いなだけだから。あらあらあら。あと、どうせしたらは最後だから。早く来れば君と二人で話せるし。え？なんて半分冗談。でもせっかくだし、設楽が来るまで二人で話そう。私の足でも見る？ほら、ちょっと今日短い浴衣にしてみたんだ。あれ？遅れたか？いやいや、設楽さん、まだ時間前ですよ。お前を待たせたことには変わりないだろう。なんか悔しいんだよ。あらあら。よし、じゃあ行こうか。浴衣もできなかった、ね、来たんだ。うん、はい、変ですか。まさか、よく似合ってる。和装は風情があっていいよな。全員浴衣着てるような。しかしな、まあ、ジンベエみたいな感じやけどねこれね。うん、会長喜んでくれたみたい、よかった。あ、設楽の方は何も言わないんやね。花火は嫌いじゃないだろ。よし、近づこう。どうした、なんだ。おい、はいはいはい、バカなことするな。よしよしよし、うん、うん、日本の夏の風物詩といえばやっぱり花火だよな。男の子が浴衣着てくれるのって嬉しいもんなんや。ああ、そうなんよね。俺祭り行くとき浴衣着てたわ。ん、気分、どうした。自分の気分を上げるために。別に女の子と行ったわけではないけど。うん、え、その手を繋ぐの。いや、繋がないよ。今3人でいるんだし、ね、いや、ちゃんと浴衣着ていったよね。何買ってきたんだ。うん、どうした、どうした。おい、なんか言えよ。近い、俺だけにしとけよ、そういうのは。いや、たまちゃんにもやるけどね。ジャンボたこ焼きです。名前に惹かれて3人で食べましょう。いいの。うん、いいよ。いいのだけでアプローチしていくやん。ほんまアプローチが激しい女やな。うん、え、スプーン行こう。うん、ちょっと、よっ、いた。オッケー、ナイスツッコミ。オッケーオッケー。はい、じゃあもらう。あっ、おい、なんだよ、ゆっくり食べてね。どうした。おい、なんだよ、触りたいのか。おい、浴衣にハット、浴衣にハットなんてつけるの。そうなん、
今暑いから気をつけてくださいって言おうと遅いなんだよめっちゃ怒ってる。どうした？よしくっつこ。おい、なんか言えよ。近いんだよ。いやちょっと暑かったらしいから、私が直接フーフーしてあげるから、もうちょっと近づいていいかな。ちょっと口の中に直接フーフーしてあげるから、どうかな。そういう感じでどうかな。せいちゃん、せいちゃん、はい。お前、うん、もういい、好きにしろ。好きにしていいそうですわ。ありがとうございます。シタラが急ぎすぎなんだよ。はい。どうした？あのさ、よ、強く握ったら壊しちゃいそうで。壊すなよ、シタラのもんだからね、この手はね。ねえ、そろそろ花見が始まるみたいです。行きましょう。うん、ねえ、ドーン。いやーね、もうガールサイドというていうか、ときメモといえばここで謎の実写やってんけど、実写ではないんかなこれな。わあ、すごい、いろんな色がありますね。あの色は炎色反応から考えると、あ、そういうタイプ？ん？ゼロイチ先生的な会話をするタイプ？今度やったらおか、うん、おい、勉強の話はやめろよ。ああ、そうそうそう、なんだよ、ね、うん、どうした？そうそうそう、おい、なんか言えよ、近いんだよ。よし、ギュッと行くよ。ちょっと早いかな。よし、オッケー。お前、うん、もういい、好きにしろ。うん、好きにしていこう。悪い、風情がないよな。うん、そうだよ。どうした？いやでも、うん、あのさ、そういうの好きだよ、たまちゃん。今度やったらお返しするよ。ね、うん、ああ、黙って見てればいいんだ。黙って見て。どうした？そうなよね。どうした？花見見てないな、そういや。おい、なんかしがみつく必要なんか。しがみついてなんか今。まあいいか。花火を見ろみんな。私という花ばっかり見て本当に。困った男たち。今日は楽しかった、文句なしだ、ね、どうした？ん、あのさ、手つなぎたい。つなごう、3人でね。ああ、悪くない一日だった。よし。なんだよ、どうした？お、俺の顔に穴でも開けるつもりか。ズバーン。ふうさん、家まで送るよ。3人で話でもしながら帰ろう。よし、三人でね。ん、うん、あのさ、おい、つなぎたい。三人でね。ほんまに、こんな三人組おったら爆発すると思うよな、ほんまにね。あ、大接近のやつなかった。そうですか。楽しかった。また連絡するよ。うん。今日はちゃんと休めよ。おやすみ。オッケー、よっしゃ、いいですね。勉強よしか、うん、未だに勉強よしなので、まあ芸術かな、うん、よし。そしてアラスさんか、結構ストレスやばいな。ストレスが溜まってきたな。うん、あ、そっかそっか、うい、これだけでいいのか。アクセか、アクセ、ウルトラアクティブ。これにこれにマフラーっておかしいよな。すごい頭おかしい子になるけれども、もっといい感じのアクティブなないんかな。マフラーつけてこう。ウルトラアクティブで。藤山くんまだ来てないみたい。お前来るの早いな。早いだろ、私も今着いたとこだよ。そっか、よし、くっつく。あんまりで、なんだじゃあね、あの調子で。ほら、もうハートが明らかに小さいもんな。どこ見てる？おお、その筋肉だよ。鍛え方教えてくれよ。
やばい、ちょっと初期の頃のアプローチ。じゃあさっさと着替えてまたここに集合ってことで解散。よし。どうした？ん？よ。鍛え方教えてやろうか。ああ、基礎生徒教えて。プロテインの作り方教えて。ね。うん。じゃあ後でね。お、きた筋肉いい。いやでもなんかもっとバキバキかと思っててんけどね。あら、その程度の筋肉なのね藤山くん。どこか変？乳首がないわよ藤山くん。どこ行ったの乳首あなたの。変じゃねえ、すげえ似合う。うん、藤山くんあんまりまじまじと見ちゃ悪いよな、そういう格好は。藤山くん、この水着気に入ってくれたみたい。あ、私の水着をこんなちょっと切ない目で見てるのね。なんていう。で、どこ行く？あなたの胸の中よ。ん？近寄るわよ。触れよ。ゆっくり迫って。三角つけ。なんだよ。そりゃお前とは違うよ。そう、そういうこと言ってんのちゃうね。私と違うみたいな、そんな。そんな感じじゃないね。青の洞窟な。いやでもビーチの方がいいと思うんやけどね藤山くんは。普通にね、普通にビーチ行きましょう。よし、目いっぱい泳ぐか。ゲイ、なんだ。あ、そう、初めて男を見た女みたいな。ん、なんだよ。よ、甘えんなって。あ、いいじゃんいいじゃん。ちょっと、あら、どうしたの藤山くんね。あらあら、さてとどうすか。触る。なんだ、もっと触る。ん、なんだよ。もっと迫れるか。そんな近づかれてもな。いいぞ、別に触っても。あ、いいや、触るよどんどん。いやこれはもうだいぶイントゥーブルーでしょ。なんかもうね、ラルクアンシエルの曲のようなこれはもうこれしかないでしょね。先輩狙ってる手で触ってんじゃないわよ。あ、嵐ガチ勢が怒ってる。なんだ浮気の手で触りやがってみたいな。スタイムイントゥブルーだ。ん、あれ、とにかく行け。あれ違った。どうした。違うの。ああ、ん、なんだよ。こんなとこで変ないたずらすんな。いや嵐さん英語わかりませんって。まあまあかな。あ、まあ普通か。いや英語わからへんとかそういう問題じゃないやろ。そういう問題じゃないと思うんやけど。え、じゃあ紫外線対策するぐらいかったかな。お疲れ。まあ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 いいけど。なんだ、うん、まだ帰りたくねえな。英語がわかれへんから不機嫌になるって。まだもったいねえな。よし、いいじゃんいいじゃん。じゃあ、はい、さよなら。送ってもくれへんしな。あ、あ、でもメール来たよ。元気すぎだお前。別にいいけどな。だってよかった、今日は藤山くんとすごく近づけた気がする。なんだろう、スキンシップは良かったってことでしょうね。これ選択肢は普通やったけど、よし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 、悪くなかったんじゃないかな。じゃあね、ちょっとストレスマジやば 100% ですけど、おー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 、あ、やばいやばい、ここでストレス終わる。うわーお。あ、でも健康良くなってきてるから。でもちょっとね。フリマか。フリマ行くか。フリマ行ってカレンチェック受けれるっけ。どうなんやろな。それか夏の間に遊園地デートをしておくべきなのか。ね。どう思う？フリマはな、やっぱフリマ行くべきよな。フリマは行くべきだよね。ね。というわけでここはちょっと休みましょう。もう服いらんしね。けどね。でもカレンチェックはしたいんですよ。流行見てないよ、そういや。これ
暑い暑いわざ様。王子様大変。以前三角関係らしき状態を報告してきた乙女から SOS。 なんか二人とも牽制し合っちゃって泥沼三角関係バカね。だから言ったでしょ、二人の彼があなたに対して恋心を抱いちゃった。二人の男の子を誘惑しちゃったのよ。恋心に火がついた殿方二人を収めるにはやはりあなたの言動が鍵を握る。あなたが今後彼に望む状況よく考えて言葉を選んで。もしもあなたが二人を意識したつもりでもないのに二人の男の子たちが勝手に揉め始めたら仲直りしてもらえるように言いなさい。いつも3人でいると肝皮科学が麻痺している可能性がある。お友達に相談しなさい。客観的な立場から状況を教えてくれるから、これはまあまあいいよね。頑張んなさい。ポロシャツ紫センスか。なるほど、センスの部分だけちょっと変わったわけやな。うん、よっしゃよっしゃ。うん、ね、まあまあお見舞いイベントか。お見舞いイベントちょっと見たいね、確かにね。まあちょっと運動も上げなあかんから運動上げていきましょう、ここ。うん、で、ここで一回ちょっとセーブしておきましょうか。うん、よし。セーブしといて、フリマじゃカレンチェック受けれないかもしれないからね。まあ、一回フリマ行ってみましょう、とりあえず。うん。ういー。いらっしゃいませ。ゆっくり見てってください。はーい。ゆっくり見ていくよ。うん、もう服そんないらんねんけどね。間違えた、入れちゃった。アクセが欲しいかな。うん、待って、アクセ、うん、アクセはまあまあ買っといていいよね、リストバンドもね。全然間違えた。おう、ドレスはいらんよな。お、これはアクティブプリーツスカ、アクティブか。セクシーなスカート欲しいねんけどな。セレブパンツ、これもこの上持ってるしな。あんまりいいものがないな。アクセもまあまあそこまで山ほどはいらんと思うんだけどね。これとかセクシーじゃないね。リロードするか。あ、リロードしたらもっといいものもらえるかな。ね。ちょっと待って。これで、じゃあ終わりましょう、一回。うい。どうもありがとう。また来てね。うん。カレンチェック来んのかな、そもそも。チビティがある。あ、そうなんだ。あ、来た。バンビ、ダメダメ。あ、しかも俺、流行つけてなかった。せっかくのバンビがもったいないって。うん。そう。おしゃれは女の子の義務。サボっちゃダメ。これはリロードですわ。すぐに五郎先生のコラムをチェック。ね。うん。バンビが次のファッションレベルになるには。バンビ、おめでとう。でも上がった、ね。ファッションレベルが上がったよ。うん、すごい。もう教えることないかも。バンビならきっとおしゃれ道を極められるよ。うん、やった、おしゃれを頑張ってよかったな。なるほどなるほど。ちょっとこれ リロードしましょう。でもフリマには行きましょう。アクセア巡りした方がいいんかな。アクセがやっぱいいもの、アクセが便利なんかなね。うん、とりあえずちょっと紫センスポロシャツやんな。紫センスポロシャツやから、うん、紫、センスなんか持ってないよな。あ、センスないな。センスないからもういいか、それは。ね。で、セクシー、セクシー、ウルトラ、ウルセク、小悪魔。微妙いな。紫ポロシャツは着ときたいから、
流行着てたら何でもいいんかな、カレンの場合って。やっぱあのウルセクとかつけてる方がそれはそれでいいのよね、多分ね。難しいところですな。キュート、一つでもつけてればいい。なるほど。じゃあこの状態で小悪魔あ、属性も関係ないの？じゃあもうこれでいいんかな、普通にね。いいか、じゃあこれでいくか、普通に。なんかただのセクシーで、パソコンの情報をチェック。一応見とこ。Bless you, thank you。なんかくしゃみ出るんよな、この部屋おると。俺の部屋が汚い説あるな。ポロシャツ、OK、着てる。よし、じゃあ出かけましょう。よし、普通にアクセア巡りするか。アクセア、アクセア。アクセアってどれ？雑貨屋？ね、いらっしゃいませ。コロコロしてんねんけどね、ちょいちょいね。うわっ全然ないねんけど嘘やろ嘘やろどういうことなの。どうもありがとうございました。そう、もう一件もう一件。ジュエリージェンヌか。あ、アンティークショップもありかな。アンティークショップ、アンティークショップ行ってみるか。もう一件が良ければいいんだよ。いらっしゃいませ。あ、センスや。センス。髪飾りなぁ。和装髪飾り。何個もいらんよな、これ。もうあるからいいんじゃないかなって思うやけどね。ね。あ、1周目って2周目から品揃え増えるんや。いや、もう、まあまあ、これ1個買っといて。まあ、全部はいらんよな、多分ね。これでいいかな。これでいいでしょ。あれあれ、あ、オッケー。形一緒でも色で属性が違う。あ、そうなんやね。なるほど。まあまあまあ、ちょっとね、お金ね、ある程度残しとかんと最後に晴れ着が買えなくなるからさ。そしてカレンチェック。バンビ素敵。やったわ。ちゃんと流行を抑えてるじゃん、いいよいいよ、似合ってる。やったわ。このポロシャツのことかしら。それそれ、五郎先生のコラムチェックしてるんだ。あれは必読だもんね。たまたま着ていただけよ。やった、カレンに褒められちゃった。カレンの服セクシーやな。ちょっと男どもを魅了してしまうわ、この服は。バンビが次のファッションレベルになるには。バンビおめでとう。ファッションレベルが上がったよ。すごい、もう教えることないかも。バンビならきっとおしゃれ道を極められるよ。イエーイ、やった、おしゃれを頑張ってよかったな。ありがとうよ。よっしゃ、じゃあね、どうしよっかな。健康やから、よしやから、この週は休むか。休もう。ストレスやばい。さあ、9月に入りました。俺だ、ちょっといいか。お前すぐ来るな。今度の日曜日だけど、何か用事あるか。まあいいけどね。
秋入ったし。じゃあうちに来ないか。秋に設楽さんとデートしてという声もありましたので行きましょう。うちや、うちに来ないか。行く。よし、行く。いや、まあ、うん、待ち合わせはどうする？ああ、今度の日曜日に自宅前でどうですか？ああ、それでいい。デュフフ。それじゃ、忘れるなよ。おい。わ、設楽さんからデートに誘われちゃった。うん。やったわ。おしゃべりしてたら帰りが遅くなっちゃった。お、イベントかな ?9 月イベントかな、新学期イベント。あれ、教会の敷地に誰かいるみたい。あれは天の橋理事長コウ君やったわ。おう、イケメン。あら、花に水やってんの？なんだよ、かっこいいじゃん、コウ君。いいね、コウ君。いや、かっこいいね。いや、なんかちょっと爽やかな感じでさ、いつもよりちょっと怖い、いつもの怖い感じがじゃないよね。いいよね、羽舞ってるし、かっこいいよね。妖精パックのコウ君、かっこいいね、これ。あら。じゃあ、せっかくなんで、今日は、このコウちゃんに対してね、の思いを、コメントで残していただく時間を、設けようということでですね、ちょうど飲み物もなくなりましたので、ここで少し離席させていただきますので、コメントでこうちゃんへの思いを綴っていただければと思います。それでは少し離席します。ちょっとお手洗いも行ってくるので少し時間がかかります。3分ぐらい離席するかも。
ちょっと息切れしてるよコメント。俺のトイレがちょっと長いからってコメント息切れしてんじゃないの。ほらもうこうめーって泣いてとかいうわけわからんコメントしかもうされてないやんか。こうちゃんへの思いはそんなもんかみんな。そうかそうか、そんなもんやったんやな。ちょね、いやいや、おトイレ、お手洗い行って飲み物取りに行って手洗ってしてたら言うて 3、4分でしょ。こんなもんですよ。こんなもんですよ。ね。はい。よっしゃ、じゃあね、次行きますよ。好きすぎてあかんのか。なるほどな。そうやな。うん、住所と募金箱って話になったら意味が分かれへん。どうしたのこんなところで。あ、俺は別に。ああ、それジョルだよね。ああ、これな、これは別にたまたまだ。そう、花壇の手入れとか。いや、だからたまたまだって言ってんだろ。なんだよ、俺が花壇に水やっちゃいけねえのか。うん、そんなことないけど、ちょっと意外かも。ああ、それよりもう遅いぞ、帰るんだろ。ポイントごめん。ああ、どっちがどっちの声かわからんかったやろ。ごめんな。あら、あ、なに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 、なに、そんなんあんの。ねえ、コウ君、いつにもまして無口だね。そんなことねえだろ。そうかな。なあ、あの教会、ガキの頃3人で時々忍び込んだの覚えてるか。あらあら、そんなことしてたのね。ちょっとそんなに怒るなよコメントで。ああ、なんとなくだけど、どうして。なんとなく。いや、聞いただけだ、忘れろ。コウ君、笑ってる。耳にヌンチャクつけてる。カッキンカッキンって、なんかもうね、おもちゃのようにピアスがカッキンカッキンなり続けてるな、これな。ね、送ってくれてありがとう。ああ、じゃあ俺は時々思い出す。あら、我ながらめめしいけどな。めめしくてん。コウ君、何言ってんだ俺。やっぱり忘れろ。じゃあよ。あ、コウ君、めめしくて。ミオからだ。何？爆弾もしかして？バンビ。ん？バンクダンちゃんこれ。誰かが傷ついている。やっぱりちょっと誰だよ。爆弾マンルカちゃん。ちょっと早い早い早い。私誰かを傷つけたのかな。マジかよ。ニーナかな。今日屋上でお昼なんかさ。ガチでやったってば。バスケ部すげえもん。俺じゃ勝てないって。あらあらあら。お前らの言うことは信用できねえ。うん、めんどくせえな。勝負なんだからよ、負けることもあんだろうが。スケットで入って負けたよ。試合の後バスケ部から職権もらったのを見たってやつがいいんだよ。やっちまったな。あ、ずるいことすっから。あ、ふーちゃん。ん、おお、いいところに。ん、ほら言ってやって、桜井兄弟は嘘はつかないよって。そんな嘘つけない。そうだっけ。前払いの食券10枚返してもらおうか。そんなにか。はぁ、食っちまったもんは返せねえな。あらあら、アメちゃんやろうか。おばあさかのおばちゃんか。付き合いきれません。おい待て、白状もん。当たり前や。ふざけんじゃねえ。
あらあら、開き直ってんじゃねえよ、返せこの野郎。モブめっちゃ上等だこら、やんのかこら。あら、じゃあ2個ずつだ、2個ずつやるよ。何2個ずつ、は自業自得だよね。雨の話か。何言ってんねんと思った。いらんやろ。最後の日、ほら、夏休み最後の日、君はどう過ごしてる。去年の今頃僕は大忙しだった。一日中携帯が鳴りっぱなし、宿題を教えてくれって他のクラスからもかかってきて、今となっては懐かしいな。ほんま、玉をそんなに頼りにされてたんやな。大変やな。部屋に過ごしてます。君もそうだといいけど、ね、まあ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 、部屋に過ごしますよ私もね。ここでちょっとセーブをしといてね。テニスの中に入りやがって。だいぶ怒ってる人がいるな、今だにな。ちょっとミオ電話が必要ですよ。ミオ電話、カレン電話もいるんじゃないの、ファッションレベル上がったからね。バンビ、もしもし。何、うん、あのね、あのねのね、評価を聞くよ。私に対する周りの人の評価は、評価、待って、こう、どう、爆弾はここじゃない、ここでもない。あ、てかなんか好きになってる、こうちゃんが。あらあら、嵐でもない、そりゃそうよね。ニーナか、あれあれ、爆弾ってどこにつくの、あれ、ええ、ここにつくよね。んニーナも普通だけどな。あれ、アインチョしたよ、爆弾キャンセル。あ、え、コウ君だったんかな。あ、コウ君確かにデートしてなかったもんな。で、あのイベントで、ルカはなんかちょっと一回デートしたような気がするから、コウ君やった説あるな。うん。ね、そう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 。下校したら消えた説あるな。ミオ、ないやんけ、ないやんけミオ。で、ちょっとなんか、二人のお尻がバインバインしだした。ね。他には？他には？うん、ないよ。オッケー、オッケー。そう。星の導きを信じて。ミオ、もしかして傷ついてるのあなたなんじゃない？切れた。気使ってんのに私も。ね。よし、じゃあカレン。うん。カレンの話も変わらないんやったっけ？ファッションレベル最高になっても。もしもし、バンビ？ブンビよ、私。何何、どうしたの？あのね、あのねのね、おしゃれの秘訣を聞くでいいんかな、うん、オッケー、今のバンビに教えられるのはもうマックスフルコやぞ。やっぱそうやな、特に変わらないんですね。なるほどなるほど、まあ、これ以上ないもんな。うん、他に聞きたいことってある？うん、ないよ。そう、何かあったらいつでも連絡して。いいな、カレンと話すと元気出るよね。うん、よしよし、じゃあ設楽先輩の家に行くぞ。うん、これはスーパーウルトラミニスカで行きましょうね。いや今日はね、だから設楽先輩とデートして、次の週に、あ、そうか、だから設楽先輩デートでちょうど終わりでいいかな。なんかね、大イベントやし、ここ設楽先輩とデートしたら今日は終わりにしましょう。ちょうどいい感じじゃない？なんかね、一番最後のにふさわしいイベントですからね、家デートやし。うん、よし、ミニスカに、まあまあ流行はいいでしょう。ね、何着ようかな、やっぱこれやよな、やっぱこれ。うわ、エロい小悪魔、いや、この3つがいいような気がすんねんけどな。いや、これがやっぱりやらしいよね。うん、ね、うーん、ね、水色の方がいいかな。あ、流行みんな忘れてたな、そういや、切り替わってたやろうに。あ、センスつけとくか。でもセンスも流行切り替わってるよな。うーん、まあまあ、でもセンスの方がいいかなっていう気がするな。手袋、
ん？手袋？うん。ん？ 2 枚着てても OK。 ヒョウ柄コート、いやヒョウ柄コート着たら暑すぎるやろ。夏、な、ま、夏ですよ今。あるんやけどさ、1枚外してヒョウ柄コートでも暑いと思うねんけどな。うるせく暑いやろ。これは着れないで。うん、あ、9月か。あー、まあ今秋か。あ、てかまあまあまあ別に、あ、寒い、むしろ9月やから。そっか、秋判定か。いや、これでいく？え、でもな、小悪魔の方がいいからな。もうちょ、まあ何着てても大丈夫なんよね。うん。で、センス着といて。うん、もう関係ないもんね、家デートやから。オッケー、行きましょう。じゃあこれで小悪魔フルコ出動。うん、今日は設楽さんとデートの日、そろそろ支度しなくちゃ。うん、設楽さんからだ。もしもし、俺だ。今日の予定悪いけどキャンセルしていいか。え、なんで、え、中止ですか。え、そうじゃない。え、時間を夜に変更して一緒に来てもらいたいところがあるんだ。夜ですか。別に大丈夫ですけど。6時に車が行くからそれまでに用意済ませとけ。と言っても体一つで構わないけどな。体一つ、はあ。うん、したらさ、情けない声出すな。いいから黙って振り回されてろ。なるほど、家デートキャンセルからのスチルイベントなんや。なるほどな。いや残念やけど、まあでももう一回家誘ってくれるでしょ、いつか。え、無理？一回誘ったら来ないとかないでしょ。次行けるでしょ、もう一回誰か誘ってくれるでしょ、きっとね。うん、それに期待しよう。でもわあ、お、なに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 、これフルコなの、私なの、これ私なの。俺こんなに胸あったっけな。俺こんなに腕細かったっけな。うーん、俺こんなに背中綺麗やったっけな。マジか、ほぼほぼ裸やなね。あー、かっけえ。いや、このスチルいいですね。あら、せいちゃん、いやー、ね、ちゃんと支えてやってるだろ。態度だけでも堂々としたふりしとけ。武道会かな。私今すごく間違いな気がするんですけど。見てくれはどうにかなってるから安心しろ。貸し衣装だけどな。あらあらあら、でもあそこの人なんてこっち見ながらクスクス笑って。あんなの気にするな。お前を選んだのは俺だ。なるほど、そうです。踊りの下手な女ね。はい。一回だけ踊ったら、あとは適当に食ってればいいから。食います。ご両親の代理。父が急用で、母がそれなら俺を連れていくって聞かなくてさ。うん、男女ペアが決まりだから。なるほど。母と踊るのは勘弁って思ったんだよ。それで。うん、私なのね。嫌だったか。いやいや、そういうわけじゃならいい。いや、お姫様イベントですね。こういうのみんな好きやもんな。好きやろな。いや、俺も好きだよこういうの。うだうだ言うな。ほら回れ。うだ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 。あれ、カレンから宅配便が届いてる。なになに、なに。おしゃれさんなバンビへ。これでもっともっと可愛くなってね。だって、真っ赤なワンピーを手に入れた。お、真っ赤なワンピー、早速身につけてみようかな。うん、ありがとう。真っ赤なワンピーだけちょっと見てみましょうか。あれ、ないやん。真っ赤なワンピー、ん、アウターか。あ、じゃあワンピースやからこれか。あ、おい、あんまりやなこれ、あ、そう
あ、そう。あ、そう。あ、そう。はい。あ、そう。あ、外出イベントが起きやすくなるんや。へえ、便利アイテム。へへへへ。あ、ウルトラ属性になる。なるほど。あ、めっちゃ便利やん、それ。へえ、なるほど、なるほど。あ、それ素晴らしいですね。なるほどな。そうか、そうか。ちなみに流行はどんな感じだったんやろな。いろんなことが濃厚になる季節がやってきた。今月は高校3年生の恋に悩む乙女から、大学受験に向けてただや猛勉強の毎日、希望の大学に合格したのはいいんだけど、したいのはもちろんだけど、それだけでいいのかな。ね。高校生活でしかできないことを優先したら、あなたが望む進路の道が険しいのなら勉学も必要。でも、それは受験戦争を通り過ぎた後、記憶に鮮やかに残るもの。あなたが言う甘酸っぱい思い出、あなたは恋してる。気持ちがあるとき、あなたは恋を優先すべきよ。文化祭、クリスマス。来年の初詣と友達とスイートな時間が過ごせるイベントはまだまだあるよ。あ、流行全然変わってるな。ホットパンツに緑のスリー、ストールやって。なるほどな。でも、着替える服だけじゃ殿方の心までは奪えないわ。あなた自身も心身ともに彼好みになってね。なるほど。ああ、何週かするとどんどんカレンからなんかプレゼントがもらえるんですね。へえ、すごいな。なるほど。Thank you。というわけで、本日は、この辺で終わりとしましょうかね、と思いますよ。この流氷物語も気になりますけれども、まあ、爆弾がついてたらね、爆弾解消してから、爆弾解消するためのデートを誘ってから終わろうかと思ってけど、結局ついてなかったしね。というわけで今日はこの辺で終わりとさせていただきます。それではセーブをして終わりましょう。よいしょ。はい、ありがとうございました。